ほら。え、あ、これだろ？俺それ持ってた。これだろ？やばい。ほら、はい。これだけ買った。なんかね、本当に。うん。超懐かしい。面白いんだよこれ。ちょっともう、もう普通に、もう普通にさ、もうトークしよう。おう、もうこう、こういう無視して。おう。医療顧問さんと、ブラックさんわかる？ブラックって何のことでしょ？そうそうそう。俺さ、ずっと考えてブラック誰だろう？話的にね。そう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 。なんかブラックさん、そう、その通りです。だからあのブラックさんと数週間前に、うん、第1回ガルシ君の一人ごとスーパーでね、ちょっとタイトル変えてね。あ、そうなんだ。超久しぶりだから始めて、もうゾイド話そうと思って、話したらまあ僕もちょっと聞いてくれって言って、うん、嬉しいわみたいな。まあ、もともとあの勇者ロボのやつ俺初めて聞いて、はいはいはい、あ、その配信やってんだみたいな。あれもだからそうなんだよ、あのマイトガインというか。あの結婚式の時にさ、あー二次会しょ、あ、そうそう、うん、二次会の時にだからその紛らしいけど、うん、だから隣だからもうとかまあ、うん、あの辺、うん、まあ盛り上がっていて、まあ俺がわざわざ入る必要もないなって思ったわけよ。そんなことはないよ。いやいや、だけどね、いやマジマジだから、もうなんか、いや違う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 、別に俺別にそれでいいの、あ、俺楽しいからそれで、うん、いやブレットライガーだよねって言ってくれたよね。そうだっけ。言ってくれて、言ってくれて、まあだけどその流れで、うん、まあだからあの参加できなかったんで結婚式だからで、こういうことあったんだよみたいな、うん、あ、隣であの人たち盛り上がってたよみたいな、聞いたからさ、ああだからそうやってせっかくだったらその流れで、うん、ちょっとロボアニメ話そうかみたいな、だから本当ね、あの延長線上にある感じ全部、だからその延長線上に、まあ今のこれあるしゾイドが、そうだね、もうなんかラジオ番組のスタジオみたいになってるね、もうこれやばいよね。なかなか見れないからね、これマジで貴重、こなんかここでさ、ラジオできたらいいよね。そうね、なんかさ、あ、こう確かに確かに、ね、そうっすね、最高の空間だと思うよ、これやばいよ本当に。そうそう、で お茶沸かせるし、いやこれですてか超なつ、俺これ持ってた、これね、そんな嬉しいな、それこそね宮脇商店で買ったと思う、多分俺の記憶違いじゃないけど、俺もそうだよ、そうか、エーリン堂だよ。え、これってさね、えん、これ当時が買ったやつ、当時マジで残ってる、同じやつ買ってたんだね。そうで、それが蔵の段ボール箱にほこりかぶってあって、で俺が一生懸命雑巾で拭いて、これやばいっすね、で傷まないようにこうやって拭く、なるほどね、大事大事、そうそうそう、すぐダメになっちゃう、これやばいわ、けどこれで結構妄想膨らんだ、そこにさト書きが書いてあるけど、ストーリーのね、はいはいはい、はい、それはねもう読破した、さすがっす、うー、好きだったもん、いや多分ね、そのゾイド、うん、ゾイドはそのなんだろうね、入れ込み度的に言えば、うん、のが絶対さ俺なんかでもはるかに超越してると思うからさ、いやいや、だ俺なんかラジオ聞いてて当時もっと話しときゃよかったなと思った、やっぱクラス違ったからさ、なかなかこうあれじゃん、と先生のとこでしょ、あ、俺違う、違う、田先生、田先生、俺だから1組だったんで、あ、そうなの、俺2組やったじゃん、俺2組、そうそうそう、でだからこの間もあのゴジラス地上岩の時に話したけど、だからあれ俺よく恥ずかしかったなんか俺絶対嘘でしょって俺そんなこと言ってた、いや俺超疑われて、いや嘘でしょって、いや嘘じゃないってマジ買ったって、やめてくれってこと見て、ラジオ聞いて、まあ、だけどそれも少年らしいじゃん、あれね、少年の日のね、まあいい思い出ですよ、ね、うん、それも含めて、まあ、そう言ってくれてね、いやマジ、それだからまあそう語らせてもらったんだけど、いやここに需要があるから、ね、あ、 やばいよね、いや見せられてよかったよ、いや本当に懐かしい、これやばい、なかなかね、そうなんだ、ライガーゼロね、あ、そう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 、だよくできてんだよ、こうジオラマさ、実際にゾイド使ってさ、うん、ちょっと色とか加工はしてるけど、そうね、うん、でそこに俺これ持ってた、レイ、あ、レイノスでしょ、俺の話もねし忘れてて、あ、レイノス、次回以降ねできたらいいなってちょっと思ってたりも、そう、なんかレブラフターの話してたもんね、あ、そう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 したんですよ、そうそうそう、ね、その改造パーツみたいな、あのあれでしょ、ファイルバンカーみたいな、あ、違う、なんかあの鋭い感じ、ちょっとね俺武器詳しくないから、どう、分かる、詳細覚えてる、え、俺聞いてて思って、レブラフターはまずあれだよ、こういう鎌を背負ってて、うん、そうかそうか、確かに確かに、そうそう、あ、そうだそうだ、で改造パーツがあのパイルバンカーみたいな、パイルバンカーどんな武器、そうだよな、名前じゃなんか鋭いっしょ、鋭くない、鋭くはないよ、あ、マジか、俺の記憶違いか、いや、うわ、ナッツメガレオン、やば、これこれこれを装備できたのよ、これ、あ、こ
これだよ。これだろ。そう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 。あ、まさき鋭いね、この先。そうそうそう。これ鋭い部分はなんとなく記憶残ってて。だから俺絶対このこと言ってんだろうなと思ってた。多分それ。それを背負うかで肩に。ここにこうやって。そうそうそう。で、それの金メッキが、当時あの、ホビーフェアっていう、行ったことあるっていうか、ホビーフェアって。ホビーフェア行ったことあるけど、うん、一回ぐらいしかない。あ、そうなんだ。俺だから、うん、そんなに行ってたんだ。A さんってあの、さすが名前じゃあ俺 A さん A さんって誰なんだろうって誰だ誰だそう、ね、あんまね本名出せなかったさ、うんうん、A さんでも通称 A さんってもう呼んうんあいも思ってたからなそうそうそう同じクラスだったから当時あそう5、6年ねああそうだからまあゾイドの話まあ、うん、見せあったりとかした曲もあるけど、うんうん、ゾイドって そんな持ち歩けないじゃんゲームとかと違ってだからそんなにだからその、うん、難しいよねだからミニ四駆とかさこう競争とか勝負できないいくぞってできるけどできるけどそういうのはさなかなかできねえからまあ流行らないよねだからったんでしょブレドライバーたまにだからそういいよまれにそういうことあった、うん、でまあよくお邪魔することもあったからしゃぶしゃぶの上でしょそう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 だからそこで、うん、あだからねそうそうウルトラザウルスとか持ってたあ持ってたなんかサラマンダーってやつ持ってたんだよね確かに。こっちのちょっと。わかるわかるわかる。あの、なんか飛べるやつでしょ。わかるわかる。あの、ちょっと、あれ、そうだよ。覚えてる覚えてる。わかるわかる。いやー、やばいね、これ。今、それね、中古でも、定価より高いと思うよ。プレ化してんだ。多分ね。多分。ライガーゼロ。やっぱそう、うん。見かけないもん、まず。だよなー。で、ここら辺サラマンダー。そうそうそう。あれ、なんかね、どっかになんか値段書いてなかった。あ、ここかなほら、モーター駆動2000円とか。これ、これあるよね、今。ああ、俺の辺、あそこ、あっちが。ガンプラスターでしょこれさ、うん、当時の物価だからさ、逆に安く見えるよね。安い。これ今だったら、多分これ、結構。そのね、秋葉原にね、ぜひね、連れてってあげたいけど、倍倍になってっから。あ、マジ？だってこの 50S ジオーガだって、うん、箱付きで2万9000円だよ、今。え、マジ？昔3800円ぐらいで買ってもらったと思うけど。そこまで覚えてない。そうなんだよ。けど、今、その、駿河屋ってお店で、はいはいはい、箱付きで2万9000円。なるほどね。めっちゃプレ化したね。プレ化してる。うわ、やば。そうなんだよ。ベアファイター懐かしい。これね、あれで、コロコロの。あったあったあった。応募者全員サービスで。そうだね、俺やんなかったんだよ。俺ね、そう、これ買いたかったんだけど、一応だから母親に、うん、これ買ってもいいですかって言って、許可巻いたんだけど、なんかラジオでやり方がよくわからなくて、当時、まあ少年だったからさ、なんかよくわからなくて、買えなくて、買えずに終わったわ。なんか表紙切って、なんかね、800円分のね、切手貼って、ね、切ってか。なんか送るんだよ。そうだよね。応募者全員サービスって多分そうだよね。そうそう。なんか、全部やってたから。あ、持ってた。でしょ。ベアファイター持ってた。あと、ブラックライモスっていうのあったんで、昔。ちょっと走った。わかるわかるわかる。あれね。そう。あれもね。だから、それこそ俺、あの、大学生ぐらいの時に、あ、それだからこの間、だから、だから、二十歳もなってないの、あれ。18とかぐらいの時。うん、まあ、時間あるじゃん、大学生って。ああね。だから、秋葉原の、だから、それこそリバティとかね。あ、だから知ってたんだ。だから、面白いね、どういう経緯したのか忘れたけど、うん、まあ、多分なんとなくフラッと入ってみたら、うんうんうん、え、なんかこうゾイドめっちゃあるじゃん中古のって、ね、だからなんかたまにこういう感じでもあってね、うんうん、今どうなった行ったりする今行ったりするけどやっぱりさ物が増えたじゃんゾイド以外のものがだから俺はいつも駿河のプラモデル館行っちゃうなるほどね、うん、えあれそれはどこにあるんだっけそれは秋葉の秋葉にあるのかそのリバティの手前の雑居ビルあ、そうなんだ、うん、俺そこ行ったことないなえ、それ昔からあるそこはいや、俺がもう5、6年前に知ったんだよ、ね、じゃあ分かんないな秋葉でバイトしてたからあ、そうか、そうか中央道路あ、なるほどねなるほどいやこれはね貴重ですよ、本当にでしょ宝の山でしょ、これまあ、揃えたもん、俺も買い直したもん、これ大ゾイド博でしょあ、ゾイド何周年だっけ40周年だっけでやってるからやばいっすよこれやってるよこれやばいっすねマジもう終わっちゃったけどまではいつでもやってるから開催中だから、ね、開催中です、一元さんお断りだから、ね、そうそう一元さんお断りでだけどいやナッツやばいこれいいだろうこのゴリラなんだっけあーそれハンマーロックハンマーロックかそうハンマーロックうわナッツやばいキラビうわ
いたね、こんなの。で、なんかそこら辺から、なんかね、どんどん動かないね、ディマンティスとか、なんか出てきた。動かないやつもいいんだっけ？いた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 。箱あったな。このゾイドブロックスとかさ、買ったことあった？俺、ゾイドブロックス、2個ぐらいしか買った。あ、俺もだけそういう感じ。それでも普通に知った。あ、これ動かないんだ。これ動かない。あの、バーサークピューラーと同じぐらいに出た頃の。あ、じゃあ、見覚えある、めっちゃ。ある。ほらね、バーサークピューラーって言ってる。これ400円だからね、当時。400円だよ、これ買えたんだから。安っ。で、作るとこれぐらいのサイズ。これはあの、ハリモグラのやつだけど。これ誰か持ってたぞ、多分。気のせいか。誰だ？これではないけど。弟？いや、違う違う違う。よそのじゃん。俺そんな遊んでなかったってか、そんなつるんでねえからわかんねえわ。あ、そっか。ゾイド結構やってた。みんな持ってたよ、ジェノブレーカーとかジェノザウラーとか。意外と持ってんのか。だけどなんかゾイドってなんかいまいち流行んなかったよね。そんなに。ポピュラーって感じではなかったよね。まあほら、みんな兄弟いたじゃん、近しいさ。だからなんだろう、ゲームかミニ四駆。うん。そうね。そう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 、そうね。いやー、これね、うん、俺初めて買ったのレッドホーンってやつとモルガってやつだもん。あ、覚えてるよ。そうそう、それはモルガとかレッドホーンもあれだもんね、一番最初のモルガ、一番最初おばあちゃんに買ってもらって、はい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 。でそれであの段ボール箱で基地作ってさ。ああ、マジか。なるほどね。格納庫的な、格納庫でやってで、あの豆電球で俺こうやって照明作って、はい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 、なんかこれから作戦会議をしてでこういういい感じじゃん、こうパイロットが。そうね、そうね。そう、いや、パイロット重要だよね、俺的に。そうそう、やっぱその子供心くすぐられた、うん、なんかでかい部分にパイロットがいるのは、うん、結構やっぱでかかったね。なんか妄想できるというか。そうそうそう、だから俺妄想したもん、これはベースキャンプだとかさ。わかるわかる。作戦会議中です。わかるわかる。そう、レッドホーン買うと、ね、3人ついてくるからさ。そうか、レッドホーンってさ、まあまず頭にいるよね、頭にいて、尻尾の方にもなんかいたよね。尻尾にもいた。もう裸状態だよね。そうそうそう、あのコマンド力の上の部分みたいな感じで。死ぬよって。わかるわかる、そう。で、あとどこ？あとあのキャノン砲のところ。背中？そう。あ、そっか。はいはい。で、キャノン砲がくる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 回るんだよ、こうやって。はいはいはい。そっか。それが初めてだった。モルガはゼンマイだよね。ゼンマイ、こうやって。小型だもんね、あれ。こう、ぐにょぐにょ。あれだけどよくできてるよね。よくできて、ゼンマイであそこまでさ。すごいよね。うん。いやー。だから俺、ガンダムより、だからゾイドが先だったんだよ。あ、そうなんだ。そう、それで、あの、兄弟とかと知り合って、うん、で、あの、3人兄弟でしょ？そうだね。それで SD ガンダム。はいはい、あれね、デフォルメのね。そうそう。で、お兄ちゃん買ったら一緒に買おうぜって。はいはいはい、それから、はまったんで。SD ガンダムとか結構安めだもんね。600円とか。だよね、そのぐらいの感じだったもんね。なるほど。あ、だけど、俺もね、なんか同じ流れで、俺ガンダムは全然入らなかったんだけど、ただあの、俺もだから、本当になんつうの、その、組み立てる。これ導入として最適じゃん、プラモデルの。うん、少年からしたら。接着剤じゃなくてゴムキャップでできる。そうそうそう、これパチってはめて、そう、キャップつけてみたいな。そうそう、動くんだから。そうそうそう。で、だから、俺もだからそれで味を占めて、確かに、あれね、多分ね、小学校5年ぐらいの時に、今の俺だったら、ガンプラ作れんじゃねえかって思って、一回だけガンプラ買ったんだよ。あ、買ったんだ。一回だけ買って。何買ったの？だから本当にあの、なんていうの？本当に。ザク？いや、あの、なんていうの？本当に通常のガンダム。ああ、初代ガンダム。ベーシックな、そうそう、ベーシックな。ガンダム買ってみました。何もわかんないね。ガンダムのストーリーとか何もわかんなかったんだけど、ちょっとガンプラ作ってみようっていうのが芽生えて、俺、今の俺だってできんじゃねえかって思って、組み立て、あれなんかね、接着剤必要だったね、やっぱり。ああ、じゃあ、古いね。そう。うん、接着剤必要で、うん、あ、これ、あ、そっか、ガンプラって、そっか、接着剤必要なのか。接着剤、だから、使って、頑張って組み立てれたんだけど。神谷のやつしょ？そう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 、あれ、あの、透明のさ、あの、瓶のやつ。あれで、こう、キャップ外すと、なんか、ブラシみたいなやつで、それ塗るみたいなやつ。そうそう、それそれ。それも、だから俺、多分ね、なんか、元々ゾイド用に持ってたんで。あのね、俺、だから。いいね。あのこれもね、ラジオで語ろうと思ったんだけど、俺だからあの、うん、兄弟がさ2人いるから、うん、下にでやっぱ幼かったから、うんうん、ゾイド組み立てたらいいけど、たまに結構壊されるわけ、いじられて。ああ弟たち、ね、そうそう、バキって。だからそれこそコマンド力のあの上の部分とか、そうそう、遊んじゃうから、そうそうそう、遊んじゃうから、うん、壊されて、うん、で壊されたら改造するみたいな、うん、
なんかさ、ゾイドってさ、一つさ、もうこの商品としてデザイン的にさ、もう完成してんじゃん。そうしてる、うん。だから俺、それをいじるっていうことは、うん、なかなかできなかったの。勇気がなかったけど、これも美しいじゃん、あれ。もういいじゃんね。そう、仕上がってるから。これでいいけど。俺、そう。で、大人だったらさ、うん、その財力でさ、まあね、もう一つ買ってもいいかってなるけど、ね、そう買っていいけど、子供はさ、できないじゃん、そんなの。で、だからそう考えた時に、やっぱり、うん、いや、これが一番美しいから、そうだよね。さすがにちょっと色塗るっていうことは俺できないわって思ってたの。ただ、壊されちゃったものはあるし、うん、その 100% だったものがさ、あれ 90% か 80% になっちゃったら取れるから、それだったらまあ、その、修理がてら。ちょっといじってみてもいいかっていうあれで、でやったの、ちょっとやってみたりもしたの、コマンドルフとか、だからその話もね、ラジオでしたいなと思ったんだけど、いいじゃん、コマンドルフとか、そうそうそう、いろいろこうゾイドって付けられる部分が、そう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 、作っといてくれたんだよ、メーカーでさ、うん、だから改造しやすいんだよ、そうなんですよ、だから、うん、そういうのもあったりして、だからタミヤの接着剤とか持ってたりはして、あ、ね、でだからそれ使ってガンプラ作っておったんだけど、うんうん、そう、やっぱゾイドに慣れちゃってたから、ああ、ちょっとガンプラこれ俺ねえなと思って、それで接着タイプだったから、そうそうそう、結構これめんどくさい、今はもうあれだよね、あ、今はね、キャップ、やっぱゾイドスタイル、うん、なんかね、本当にこう関節部があるじゃない、そこにキャップをはめ込んでこうやって曲がるの、うん、やっぱそうか、そうで、買ったのはその前世紀のそのガンプラブームの頃の再販のやつだよ、うん、いや、なるほどね、うん、そう、だから古いタイプだったから、うん、だと、それで満足しちゃった時は、ああ、もうこれでいい、これはもういいわ、俺やっぱゾイドかなって思っちゃって、まあなんか小学校いっぱいぐらい、うん、小学校いっぱい、まあ中1ぐらいまでちょっと買ったのかな、うん、なんかブロックスとか含めて、ブロックスもだから、ブロックス2個ぐらい、ああ、俺と同じだ、2個ぐらいちょっと買ってみた、なんかライオンのやつとか出てた、そうそうそう、だからライオンのやつを、だからそれこそ、ホビーフェアかなんかも中1の時は行ってたから、おお、とかあの辺とか買ったりしてたから、取れた、買ってみたりしようだったけど、ブロックスもちょっと買ったはいいけど、うん、ちょっとこれ俺の中で違うなって思っちゃって、あの頃からゾイドがなんか動かなくなって、はい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 、レゴブロックみたいな、あ、そう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 、変形自在みたいな、ちょっと、ね、俺には合わなくて、うん、でまあ自然とフェードアウトしたって感じなんだよね、ゾイドはだからしばらく間空いて、うん、まあ、10年ぐらい間空いてね、まあだから大学生ぐらいで一回だからそのリバーティーとかね、さっき話した買ったもん、その時は買った、買ったよ、だからジェノブレイカー、ジェノブ、だから俺その時ね、ゾイでもアニメね、多分全部ではないけど、うん、あの初代ね、あのバンのやつ、はいはいはい、結構ある程度見て、今再放送やってるよ、あ、マジで、俺今録画してんだもん、あ、マジで、テレビでやってんの今、東京 MX ってチャンネルあるんだ、はいはい、分かる分かる、あの月曜日の夜7時かな、はい、あ、やってんだ、それでディスクで今落とし込んで、いいっすね、全部録画して、そうだから大学生になって前暇が生まれたからちょっとゾイドもだから小学生の時アニメ見たかったけど、うん、ちょっと見てみるのありかと思って、そう、今見てもありだよ、全然、あ、マジっすか、ありで見てみたら全然貸すよ、そうだからあの個人的にだからジェノブレイクがめっちゃ刺さってさ、まあかっこいいよ、え、なんかみんな持ってたの、アニメ見てて、うん、俺だから少年時代にあんま刺さなかったの、あんまジェノザーラーもジェノブレイク、うん、別にあんまなんか俺は好きじゃないなと思ってて、でだけど大学生になって見たら、うん、え、なんかジェノブレイクめっちゃかっこよくねと思って、うん、まあ、アニメーションってこう感覚変わるから10代20代、そう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 、でなんかかっけえなと思って組み立ててみたことあったけど、うん、本当にね、なんかそれがもしかしたら最コトブキャンだけ一回買ったわ、あ、コトブキャン知ってんだ、あ、知ってる知ってる、うん、出てる出てる、 HM ゾイドでしょ、これだからコマンド力のね、あの赤色のやつ買ったんだよ、え、レアだ、あ、それあれだ、帝国仕様のやつでしょ、あ、多分そうだ、トミー版だったらあるけど、あ、ありも、あ、あるんだ、トミー版も、そうそうそう、あの、なんかゲームの特典だったんだよ、あ、そうなんだ、プレイステーションの、あー、だけ言われてみればなんか当時あったかもな、ほらこれがトミー版、なるほどね、うん、あ、だけど、そう、うん、あ、そう、これあの、この部分がそう、緑だったの、確かに、コトブキアの作ったんだ、今だとレアだよ、それ作ったよ、これ、作りました、本当にすごいじゃん、え、だからね、この部分ね、もしかしたらね、こっちだったかもな、うん、あのコトブキアの、あ、ついてたついてた、あのロングライフ、よく知ってんね、知ってる知ってるよ、よく知ってますね、知ってるよ、多分そう、これで、あ、コトブキアの話できる、いや、コトブキアだから分かるよ、俺、しっかりと、うん、だから、そうだよね、だからまあちょっと大人向けっすよね、あのだから、そうだ、だから俺たち世代を狙ってるよ、明らかに、まあまあまあ、そうだね、買ってみたりしたことあったら、それがだから20歳前ぐらいのレベルの話だから、うん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 、あ、なんか多分ジェノブレイカーとか多分買って
したぐらい、ほぼ同時期ぐらいだと思うんだけど、あ、富版、富版のね、ことぶきでも出たりするんじゃん、これ。出てる、さすがにそれは作ってないけど、うん、買ってないけど。今、その、再販も行われて、マーキングプラス。はいはいはい、はい。マーキングってする、デカール、はいはいはい。刻印、ほら、うん、帝国とか、うん。それがプラスアルファされてる。なるほどね。ことぶきを作ったりしたことある俺はない。あ、ないんだ。ないだから俺もね、だけど、ほんとその、コマンドルフ。けどね、ライガーゼロが、なんかね、組みやすいらしいから、ちょっとやってみたいんだよね。あの、それ動画にしよう。今度動画 撮って、あの、団体のチャンネルアップしようぜ、マジ。いや、それは絶対二人で買いに行って、うん、何か。ありっすね。ありっすね、うん。ちょっとね。道具とかあんのニッパーとか。いや、全然なんもないっすよ。さすがにもうちょっと俺遠のいてんで。ちょっとね、もうあまりにも遠のいてるんで、大学生が、だから本当に、しかも大学生前半のレベルの話だから。まあね、大体みんなね、こう、卒業しちゃうから。ですよ。うん、けど俺はなんかその憧れとか夢があったから、なんか未だにこの年でも好き好きって言ってて、それきっかけで友達ができたりしてたから俺は。素晴らしい、それは。そうそう、アニメとかガンダムゾイドのきっかけで友達ができたりしてるからね。まあバカにはできないっていうか、共通の趣味のね友達ってなかなか、まだすごいね。だけどそれ友達を作れるっていうのが、いやいやいや、どうだろう。あの結婚式の2時間のやつだってそうじゃない、一例挙げてもさ、うん、いやあれね、ねね、まさかね、あんな盛り上がると、初め座った時はもう地獄だなと思ってそう、料理取り分けてさ、ゆっくりゆっくり時間稼いだんだよあれいやあれな、どうしようって、おもろいね。でチャイナ服なの店員さんに、お兄さん先週来たでしょとか言われていや来ませんよって言ってたね、それ。そうそうそう、誰と間違えてるのあなたみたいなクソ嫌われてそれいやー、本当だよ、飲み物取りに行ったらさ、そんなの絡まれてさいや、そうね。誰と間違えてんだもん、ね。いやー、そうね、あの店な。いやー、あれ正直、まあこういうの